この間の森田くんとのバトルを通じて、さらに私たちのことを応援してくれる生徒もだんだん。ええ、あまり表立った形ではありませんが、状況みんな心の中では分かっているんです。このまま。そうだね。はい、私も気を引きし、あのマリカちゃん、え、あ、そういえばさっきからずっと携帯を見てるけど。すみません、その。そうだね、サイドゼロの活動も大事。はい、そうします。ちょっと怪しいですね。話したくても話せないような悩みを抱えている気がするんです。なんとなく。確かに気になるよね。そうですね、仲間ですし。それじゃマリカちゃんが次に呼び出された時にこっそりついていっちゃおう。君も一緒にね。あの、またクラスの子。わかった、気をつけてね。はい。行った。行きましたね。それじゃ見失わないうちに追いかけよう。君も準備はいい？あの部屋に入っていきましたね。ここは第02ガンプラ部。静かに、足音を立てないように。最新のガンプラ加工設備が整っていますね。それなら私たちの地。あなたは榊シモン。そう。どういうことです？どうして。別に驚くようなことではないと思うが、彼女。取引？そう、取引だ。そこでこの私が救いの手を差し伸べたのさ。バトルに勝てない半人前でもビルダーの才能。それは生徒会の権。そうとも言うね。だが私には権力と金があり、彼女にはビルダーとしての。そう、それがあなたの考えの。この学園の自由のためにあなたは。いいだろう、投資した資金のさこそがそのまま。グッドタイミング。第ゼロ二ガンプラ部部室の前を通りかかった。これはもう実況するしかありません。そんな注目の一戦、それでは。ゴールデンコスモス榊シモン。そこで始まりました、 G キューブ。実況は私、放送部部長釈のリンクが行いますよ。よりどりみどりだわ。病気です。
を獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも
手伝いします。やりましたね、チームレッド。これは大きなポイントです。さすが我らのリーダー。なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。私にかかればこの程度のクエストだと。アダゴの手をひねるようだ。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。なんだと。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。さすが我らがリーダー。そんなチープなガンプラに私のリッチなガンプラが他人に無理やり作らせた機体で何を自慢してるんですか。何？そうだね、榊君がいくらお金を出してもそれを榊君のガンプラって呼ぶのはなん愛？愛だって当然です。自分の癖や好み、戦い方を考え、あなたはどうですか、その期待の癖を。そうか、私は彼女の言う通りだ。私は金に明かせて美しくない。これはサイドゼロの諸君、次は。もちろん、その時はマリカちゃんが最強のガンプラでお会い。私ですか。マリカなら大丈夫よ。あなたのガンプラの作り方彼に。はい、頑張ります。そうよ、強いやつが正義なんかじゃない。だから今度は私がそれを。いおりちゃん。あ、いえ、何でもありません。少し気が焦ってしまって。本当に大丈夫だから気にしないで。